はい、おはようございます、ひろきです。え、今日のひろきさん、また今日も正解ですって言うんではないですかと思われたあなた、正解です。正解です。えー、今日もですね、また正解ですという言葉を言わせていただきましたけども、えー、今日はですね、ちょっと何についてお伝えさせていただくかというとですね、今日という一区切りを生きるということです。 えとですね、これはですね、デール・カーネギーっていう方が、まあ、外人の方が書かれたですね、あの道は開けるっていう本があってですね、まあ、それに書かれていた言葉なんですけど、まあ、これは当たり前の話なんですね。今日という日しか人間は生きることができないわけです。あのーまあ、明日やろうとかってよく言うんですけど、まあ、それはですね、まあ あのー、まあ、今日やりたくないから、明日やる、やろうって言うと思うんですけど、まあ、結局ですね、明日になったらまた今日やらないといけないわけです。今の自分が頑張らないといけないわけです。で、あのー、人間ですね、まあ、弱いので、あのー、まあ、今やりたくないし、まあ、それだったらちょっとかっこ悪いから、まあ、 今日はもう、俺は諦めたって言ったらかっこ悪いから明日やろうっていう風に言うと思うんですけど、まあ、そうではなくて一番あのかっこいいのは今日やろうって、まあ、今日今やるんですみたいな感じでですねあのとにかく先送りしないでですね今やらないと、まあ、結局ですね明日っていう日はないわけですね明日になったらまた明日になってまた明日になったらまた明日っていう感じであの人間ですね、まあ、あのそういう風に ちょっとめんどくさいことは先送りし,しがちなんですけど、まあ、とにかく今を、あの今、えー、とやらないとですねあの、明日っていう日はないわけなので、そうですね、まあ、そういう感じでですね、今日も一緒に頑張っていきましょう。えー、ありがとうございます。